ゾーンに余計な思考感情が全てなくなり、プレイに没頭する極限の集中状態。練習に練習を重ねた者だけがその扉の前に立つことを許される。それでもなお気まぐれにしか開くことはない。それは選ばれた者しか入れない究極の領域だが、アオミネのセンスはそれを嘲笑うかのように扉を自力でこじ開ける。 俺らも初めて見る。これがアオミネの本当の姿。やべえ、なんて反応の速さだ。 2人がほとんど反応すらできないのか。くそ、なんでだよ。なんで俺はこんなに弱えんだ。 勝つんだ。嫌なんだよ。もう負けるのは嫌なんだよ。こんなとこで終わっちまうのは嫌なんだよ。もう泣いてる仲間を見るのはここでやらなきゃ。 いつやるんだよ。何？ありえん。ゾーンに入ったアオミネに反応したやと。 お前は強えよ。1対1なら、マジで勝てなかった。タイムリミットなんて俺だってとっくに来てた。それでもまだ戦えるのは支えがあるからだ。1人分の力じゃねえんだよ。みんなのために絶対勝つ。大丈夫か、アオミネ。
まんな。ちょっとつまずいただけだろうが、邪魔すんなよ。いいとこなんだからよ。こっからだろうが、一番テンション上がんのは。今さら裏も表もないで、それでも最強は青峰や。止めた。よし、ガミ、黒川さん。しまった。そんな、ここに来てまだそんなシュートを打てんのか。ケモンめ、負けるかよ。勝負ってのは勝たなきゃ何も面白くねえんだよ。までにコンマ何秒か遅れた。それより動き出しが早いやなんてありえん。鏡でなく青峰の方を信じたっちゅうか。いえ、少し違います。僕が信じたのは両方です。でも最後に決めてくれると信じてるのは一人だけだ。鏡くん、それに青峰君よりすごい人なんてすぐ現れますよ。